はい、たーい。皆さんこんにちは。これからメビウスカライドサイクルと呼ばれる 3D 3次元の面白い形を作っていきたいと思います。これはここオイストの科学者が発明したんですよ。普通カライドサイクルっていうのは6つの三角錐からできているんですけど、このメビウスカライドサイクルは7つとかもっと多くの三角錐でできているんです。そしてこの特別な幾何学は内側から外側へ回し続けることができるんです。とっても不思議な形をしているでしょう。みんなもすぐに作れますよ。必要なものは紙、ハサミ、そしてのりです。はじめにこの型紙を印刷しましょう。印刷したら線に沿ってハサミでチョキ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 と切っていきます。難しければ大人の人に手伝ってもらいましょうね。安全第一です。 OK、 これで型紙を切り終わりました。これから折っていきましょう。まずこの線を谷折りで折っていきます。色のある面が内側に来るようにしましょう。くるくる巻き込まないで一つ折ったら広げて、また次の線を折ってというのを繰り返していきます。できましたか？それでは次に行きましょう。この線も折っていきます。今度は山折りです。さっきとは反対に白い面が内側に来るように折ってくださいね。それからこの線も谷折りで折ります。ここも白い面が内側に来るように折ります。折り作業が終わったらこんな感じになります。ではいよいよくっつけていきます。型紙をよく見ると端っこに番号が見えますね。ここに糊を塗っていきます。1番から始めましょう。同じ色同士がペアになります。1番にはオレンジ色の印がついているので、反対側のオレンジの部分を重ねましょう。同じように2番、3番、それから4番ペアを重ねて乗り付けしていくとこんな感じになります。最後は閉じて輪っかにします。5番を6番の下に押し入れて、6番に糊をつけて、こうやってできました。これで自分だけのメビウスカライドサイクルができましたね。かっこいいですね。この型紙はこちらのリンクからダウンロードできます。